M1895 の広告、ウィンチェスター M1895 は、ウィンチェスターリピーティングアームズが19世紀末に開発したレバーアクション式小銃である。7.62X54 メートル MR 弾。303ブリティッシュ弾。30から30ウィンチェスター弾。30から40クラグ弾。30から06スプリングフィールド弾。35ウィンチェスター弾。 38から72ウィンチェスター弾、40から72ウィンチェスター弾、405ウィンチェスター弾など、各種のフルサイズ軍用、狩猟用弾薬を使用するバリエーションがあった。最初に設計された M1895 は、機関部下に内蔵式の箱型弾倉を備えており、M1866 以来採用されてきた、チューブ型弾倉を廃止した最初のウィンチェスターライフルであった。 これにより、それまで、暴発の危険性から使用することができなかった、戦闘弾である軍用、狩猟用小銃弾を安全に装填することが可能となった。また、M1895 は、ジョン・ブローニングが最後に手掛けた、デワーアクション式小銃であり、M1886 のように彼がかつて手がけた、ライフルと同様、リアロッキングボルトを特徴とした。 M1895 は、ウィンチェスター社で設計された、デワーアクション式小銃としては、最も強力なもので、発表当時普及していた、無塩火薬弾の圧力に十分耐えうる構造を、していた。ただし、現代的な基準に照らし合わせると、比較的耐久性に劣り、高圧力弾の使用には適さない銃とみなされている。製造番号5000の前後で、 側面に溝の掘られた新しい機関部が採用された。これにより重量がわずかに軽くなり横幅は1、16インチ程度広くなった。製造番号6000の時点で側面に溝のない旧式機関部の在庫部品が不定したと考えられている。現在、旧式機関部を備える M1895 の現存品は非常に希少である。 1915年から1917年にかけて、およそ30万丁の M1895 が、手綱を握ったまま片手で射撃できる銃を求めていた、ロシア帝国軍の機兵隊向けに製造され、これは、M1895 の製造が中止される1936年までの、生産数のうちおよそ7割を占める。ロシア向けの 7.62X54 メートル MR 弾。 使用モデルは、レバーアクション式小銃としては珍しく、クリップガイドが設けられており、模慎な岩礁銃用の相談士を使用して、装填を行うことができた。また、ロシア向けモデルは、標準モデルよりも長いフォアグリップと着剣装置を備えていた。こうした、ロシア側からの要望に基づく、再設計、とりわけ、クリップガイドの追加が想定よりも困難であったため、 納入は当初予定よりも遅れている。また、ロシア側の重機検査官が、ウィンチェスター社の検査機を用いることを拒否したり、ウィンチェスターがロシア向けに製造していた弾薬ではなく、ロシア製の弾薬を輸入した上で、テストに用いることを要請したり、さらには、重症の決めの傾き具合など実用に全く無関係の欠陥を理由に返品を繰り返したことで、 M1895 の納入は一層と遅れた。ロシアが欠陥を指摘し返品したライフルは後にアメリカの民生銃器市場にて販売された。ロシア帝国軍はフィンランドやバルト諸国の部隊、特にラトビア狙撃兵士団に対して M1895 の大部分を支給した。また少なくとも9000兆の M1895 が1936年に ソビエト連邦からスペイン内戦における共和派に供給されたことが知られている。ロシア以外での軍用銃としての運用例は極めて少ない。アメリカ政府は米西戦争の際に30アーミー弾仕様のモデルを1万丁注文したが前線に届く前に終戦を迎えている。 これらのライフルには合衆国政府の財産であることを示す US の国印が機関部上に施されていたほか、重傷は M1895 リーネービーとよく似た形状のものに改められ8.3125インチのナイフ型銃剣が着剣できるようになっていた。大部分の部品には検査官、ケリー・エス・ムースが担当したことを示す KSM の国印があった。米非戦争では、 第33義勇不評連隊向けに、これらのライフルのうち100丁ほどが支給された。1899年12月25日に終了した試験の報告書では、クラックよる原戦ライフルが、軍用に適した小銃とされた。残されていた9900丁のライフルは、エムハーレー社が買い取り、1906年に、キューバへと送られた。そのうち一部は、 メキシコへと流れ、メキシコ革命の際にはパンチをビリャイ下の兵士らに愛用されたという。この時期、セオドアルーズベルトは、30アーミー弾仕様の M1895 を個人的に購入している。30アーミー弾仕様のモデルは、1896年にニューヨーク州兵による審査にも参加したが、サベージ M1895 に次ぐ2位に止まった。 マガジンカットオフ機能とマガジンカウンターを備えない点が端緒として指摘された。ウィンチェスター社は審査結果に強く意義を唱え、サベージ社に有利に仕組まれていたのだと主張した。その後の政治的な論争を経て、サベージ M1895 の契約は取り消されることになった。以前のウィンチェスターライフルと同様 M1895 には発売時に1から始まる。 新しい製造番号の割り当てが行われた。軍用契約モデルも含めると、最終的に425,881万兆が製造され、生産終了時点の製造番号は425,132万だった。重心は、使用弾薬やグレードに応じて24インチから28インチのものが標準的に取り付けられ、金属部品はブルーイングされていた。 M1895 は、セオドアル・ーズベルト元大統領が愛用したことで、知られるが、その他にも多くの有名な漁師や冒険家、例えばマーチン・アンド・オーサ、ジョンソン、チャールズ・コター、作家スチュワート・エドワード・ホワイトなども愛用していた。WDM ・ベルの狩猟仲間で、銃器専門家の作家エル・マー・キースの友人でもあり、フランクリン・ルーズベルトのいとこでもあった、ガーリット・フォーブスは、 405ウィンチェスター弾仕様の M1895 をセオドアルーズベルトに進めていた。1909年の東アフリカにおける狩猟旅行にてセオドアルーズベルトは405ウィンチェスター弾仕様の M1895 を2丁持ち込んだ。また、息子のカーミットルーズベルトも同行するにあたって405仕様と 30から03使用の M1895 を1丁ずつ持ち込んでいる。カーミットの30から03使用 M1895 は失われたが3丁の405使用 M1895 の製造番号は63727、63736、68180と突き止められている。セオドアルーズベルトは 著書、アフリカンゲームトレイルズの中で、405COM1895 を称賛し、ライオンに対処するための最良の銃という表現で何度か言及している。しかし、我々が立ち上がった時、後ろにタポーターの一人が、シンバ。と叫び、枯れ川のすぐ向こうの木々の合間を走り去る、大きなメスライオンをほんの一瞬目にしたのだった。タールトンは、彼の大きなダブルバレルを手に取って、 私にも散弾銃を取るように助言した。太陽は沈みかけ、おそらくは至近距離での遭遇になるものと思われた。しかし、私は頭を振る。ウィンチェスターの405口径こそ、少なくとも私にとってはライオンに対処するための最良の銃であるからだ。b ッド as we stood, one of the waters behind cold outsin va, and we caught, エイグリンプスオブエイビッグライオネスがリッピング、ダウンビサイドザトリーズ、ジャストビヨンドザドンガ、トルトントックヒズビックダブル、バレルアドバイズドミーツーテイクマイン、アズザサンハドジャスト、セットイットアズライクリーツビークローズワーク、バット、アイシックマイヘッド、ホーザウィンチェスター400イズ、アットリーストフォーミーパーソナリー、ザメディシンワンフォーライオンズ、しばしばルーズベルトは、 405使用の M1895 をビッグ、メディスンと称していたと言われるが、アフリカンゲームトレイルズの中にこの表現は見られない。これはメディスンガンという表現と1901年の演説で使われたコンボーという表現が誤って組み合わされたものと考えられている。30から40段使用あるいは30から06段使用の M1895。 ライフル及びカービンはテキサスレンジャーやアリゾナレンジャーの隊員に愛用された。1985年、ブローニングアームズ社は30から06弾仕様のモデルを再発売した。2001年末、ウィンチェスター社はセオドアル・ウズベルトの大統領就任100周年を記念し彼が愛用した405ウィンチェスター仕様のモデルに加え30から06弾仕様 30から40段仕様のモデルを再発売した。2008年、ウィンチェスター社は2丁1組のセオドア・ルーズベルト記念モデルを発表した。2009年、さらにルーズベルトが退任後の1909年に行ったアフリカ狩猟旅行を記念した2丁1組のモデルが発表された。ブローニング及びウィンチェスターの再販モデルはいずれも日本の魅力者が製造したものである。 ウィンチェスターの再販モデルでは、リバウンディングハンマーとタングセーフティが追加されている。また、トリガーの形状も改められており、旧モデルに取り付けることはできない。ありがとうございます。